って、なんだプロデューサーじゃん。びっくりさせないでよね。ファンの人に声かけられたのかと思ったんだよね。私こういう服あんまり着ないからさ。でしょ。まあファッションの勉強のためにちょっと見てたんだけどね。ファンの人が見たらイメージと違ってショックかもしれないでしょ。そういうこと。だって私のイメージってやっぱりギャルって感じでしょ。プロデューサーにそう思われてるのって嬉しいけど、なんかちょっと恥ずいかな。だってほら、頑張ってるってアピールするのってダサいからあんまり見せたくないんだけどさ。プロデューサーにはお見通しなんだね。さすが私のプロデューサーじゃん。でもギャルが真面目に努力っていうのもイメージじゃないでしょ。だから私が頑張り屋さんなのは私とプロデューサーの二人の秘密ってことにしてね。そうかな。ありがとう。ちょっと照れちゃうじゃん。でもプロデューサーにだったらこういうコーデ見せてあげてもいいけどね。もちろんそれも私とプロデューサーの2人だけの秘密にしてくれるならね。ありがとう。じゃあもっともっとカリスマになれるように頑張らなきゃね。ファッションの勉強もアイドルのレッスンも手を抜かないから。派手って、それファッションのことでしょ。プロデューサーちゃんと私のこと見てる？服もネイルもいつも派手色ばっかじゃないし、メイクだって変えてるんだからちゃんと見ててよね。